今日もキューブシーをご利用くださいましてどうもありがとうございますショッピングナビゲーターの朝倉美穂と申します。ますね、あ大丈夫ですね。うはい、そう特にねこういうシーンでこうなると。 にいや別に誰も見ていないんでしょうけど <laughs>、うん、やっぱりねそうなああもうこう,こういう感じで、ね、ななんかこう多分ご自分がね、うん、一番気になるとこだと思うんですけど、うん、見えるとこなので私は1 6 7センチでしつこくてごめんなさいあの今9号を着ていますでも本当にこの,あの作風のワンピースのね がたっっぷりりあるてててていいうのは着わかますねし下で引っ張られるってことないと思うんですけれどもねそれでも座った時の姿も美しく気になるおひざなんかもございますがここでストッキングに穴が開いているととても演出上いいんですけどそうなんですよあのやっぱりそう脱いだりするとね気になるところがあるんですけれどもこれやっぱりなんかちょっとね人にられてると思うと嫌だったりあんな同じなんですけれも ね、座ってる姿はね寒かったりした時にジャケットがあると本当に冬場なんかね,ねストッキング1枚になってしまいますと、はい、足先が冷たいところだと思いますけれどもえー、えー、ジャケットを何気なくかけることによって足先も、えー、QVC をご覧いただきありがとうございます。ナビゲーターータの長谷恵美子です、えー、座るシーンも 多いと思いますけれどもこ,ううこ,、ね、このロングジャケットなかなかいい仕事をしてくれます、えー、あの短いジャケットもいいんですがやっぱりお腹が気になったりここのあたりのお,<し>、ね、お尻も気になるしお尻とあとかかとのお手入れのあたりが気になっ,っな、ね、足裏がちょうどね<れ>後ろに座られた方の目の前に来てしまいますロングジャケットの良いところってもちろんかっこよさもあるんですが、はい、このようにこのあたりを全部カバーしてくれるんですね,ですねあの気になるお腹周りもそうですけれども、えー、足裏もすっぽり隠してくれますので、えー、後ろに座られている方にも失礼 がなく、えーえー、美しいこのような座り姿勢も、えー。ね、お腹あたりも、このようにカバーができます。はい、なので、ロングジャケット、本当に東京ソワールの中でもね。すごく人気なんですね。やっぱ寒い時はね、やはりつま先って冷たいじゃないですか。えー、このロングジャケットするという。